新規事業、参入領域、勝てる領域の選び方を解説。市場の兆しを捉える新規事業のテーマ自動選定 AI ツールも紹介。マジセミキャストの東山です。株式会社フィンチジャパン代表取締役高橋さんです。高橋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、まあ何を言ってもですね、新規事業っていうのは、どこで、どの領域でやろうかと、どんな新規事業の、よく言われている新規事業のアイディアみたいな、まあそういったところから始めるところっていうのは、本当にこう、まあ難易度が高いし、いざ、我々自身が新規事業をやるときもですね、すごく難しいですね。で、まあ例えばちょっと、こう適切かわかりませんけど、新規事業の立ち上げをこう、車のレースみたいなものをこう例えてみますと、まあ、新規事業って本当にその、ずっと同じようなことをルーチンワークしていくわけじゃない。時に調査したり、時に、まあ、競合とかパートナーとの交渉したり、時に会社の経営陣にですね、自分たちのやりたいことを、ただの情熱だけじゃなく、情熱と理性と組み合わせながら説明したり、さらに、大体いいコンペティングイベントには、ライバルが登場しますので、まあ、ライバルよりも早かったり、違かったりしながらやっていかなきゃいけないということで、こう、1年とか2年の時間軸の中でですね、もう、こう、どんどん目まぐるしく検討している状況、外部環境が変わる中で、事業化していくフェーズがあるということで、まあ、なかなか我々も、新規事業立ち上げそのものについては、かなり角度上がってますけど、そこから大成功する事業と、まあ、そこそこの事業なるものの違いというのがあって、やっぱり非常にその経験と、チーム構成と、まあ、行くばっかの運と、まあ、そういったものが必要だなというふうに、感じておりまして、まあ、我々自身のビジョンは誰もができるということを目指しておりますけども、それは無手勝に、初心者でもできるということを意味しているわけではないということですね。そうすると、もう少しこう分解をして、まあ、レースに行っていきなり優勝しようよというよりは、まあ、そもそもレースに出るためには、まあ、どんな車、まあ、我々ビークルがいいのかとか、あるいはビークルに乗せるためのセンサーは何がいいのか、あるいはライバルとの我々の持っている車の性能の違いは何か、まあ、万が一車がスピンアウトした時にはどういうリスクが起こりうるのか、まあ、こんな風に新規事業をやるかやらないかを二元論にするんではなくて、まあ、それをこう分解をしながらですね、できる限り分解するんだけども、まあ、できるだけ早く駆け抜けていくというようなことを進めていくことが必要かなというふうに思っております。新規事業テーマの検討のフローの中では、まあ、市場の中でポジションが取れるためには、まあ、どういうコンペリングイベントをつかむかなという言葉に集約されますし、ここで言うとこの E のところですね、そのどの兆しを我々捉えてビジネスをするかというふうに、ビジネス本体の塊よりもそのもう一個手前にあるどういう市場形成がこれからされていくのかというところで、自分たちのビジネスするかしないかということを決めるということをやるということですね。7、8年前、もうちょっと前かな、我々海外のある市場の兆しを、まあ、ここに参加している細江が捉えて、まあ、洋上風力発電の事業が絶対に来ると、まあ、いうふうに言って、日本では全然ですね、まだ洋上風力発電は経産省の実験段階。でも、海外のいろんな情報を見ると、洋上風力発電というのは、まあ、日本では絶対に市場形成されるはずである。まあ、まあ、もちろんそれ一定の根拠を見つけたんですね。いいのと。で、国内では市場未形成。海外では市場形成。よくあるパターンですよね。そうすると、海外では市場形成されているんだけども、国内では市場形成がなかなかされないものっていうのは、もちろんたくさんありまして、まあ、その中で我々、まあ、洋上風力発電という産業は、絶対に市場形成されると、いくつかの我々根拠を捉えて、まあ、実際にそれをお客さんに提案しました。で、提案しまして、絶対に洋上風力発電するべきであると。で、蓋開けてみたら、某、財閥グループが、その洋上風力発電の経産省の予算、全取りしてしまいまして、まあ、我々、まあ、怒られはしませんでしたけども、なんか、市場形成されるって言ったけど、某財閥が全部案件持ってっちゃったじゃないか、というふうに、まあ、言われたわけですね。でも、我々のリサーチからすると、特定の企業が 100% のシェアでされるようなビジネス規模ではないし、洋上風力発電の産業の市場形成っていうのは必ずされるので、そこのポジションをどう取るかっていう議論を絶えずしていくものの、マーケットとしては洋上風力発電というマーケットに必ず入るって決めて、とにかく人脈とコンタクト
トポイントを増やしながら自分たちで市場のその例えば洋上風力発電の支柱なのか、その支柱を支えるこう浮き輪の部分なのか、あるいはセンサーのシステムなのか、その下で魚がこう、いわゆる生態系変えないようなシステムなのか、いろんなところを細分化しながら自分たちがその洋上風力発電というマーケットの中の参入領域の候補を出して優先順位をつけるということを、諦めずにそのお客さんとやってったんですね。で、今実は参入領域も決まってポジションも決まって、おそらくその領域の中ではかなりのシェアが取れると思うんですけども、それもですね、洋上風力発電というマーケットがこれから日本に来るかどうかっていうところの境目の検討から 7,8 年ぐらい検討しているので、やっぱり結果的には新規事業の参入が早かったんですよね。早い分だけ自分たちの市場のポジション取りが早くできるっていうことで、やっぱりこの E の部分っていうのは、非常に蓋然性が低い状態だとするとなかなかお客さんの中でもちょっとこう半信半疑なところはたくさんあるんですけども、そういったところも含めてこうみんなで議論していくっていうところがあるかなというふうに思ってます。我々実はそのキーワードの調べ方いくつか体系だって今日ツール化されてますけども、出してそのキーワードを出しながらその中で必要な条件を出してマッピングするっていうことをやってきております。これは実際の一例ですけども、何百というデータを海外から集めて、データベース我々買ってるのもあるんですけども、それをこうマッピングをしてですね、1年後ここにこうのがある、2年後こうだ、海外と国内では、これ海外と国内色分けしてますけども、海外と国内ではこんな違いがある。で、この参入の時期によってこの色分けして、5年前の参入してるのはこれ、3年前の場合、去年のニュースはこれ、みたいな風に時系列だったり、エリアに分けながら、実際にこう時間の変化ですね、時間の変化っていうものをこう捉えていくことで、結果的に、兆しってことは時間という変数が大事なので、その時間という変数の中で、兆しの調査を、これちょっとパワーポイントですけど、こう手作業でしていくということを、やります。当然我々一方通行でやるといえば、こういうものを出しながら、こういう兆しが我々あると思うというと、お客さんからすると、いや、ちょっと蓋然性が低いんで、うちの中通らないとか、あるいはもうすでに蓋然高くなってんじゃないの、これだけあるんだったら、なんて会話をしながらですね、ああでもない、こうでもないって言いながら、兆しの中で自分たちがやるべきだと思う領域をこう見つけるという作業をしていく。ですね。で、こういったものっていうのは通常の業務と違いまして、仮説を立てて、右側のように、仮説を決めて、検証方法を決めて、で、実際に検証した上で、兆しに対して掘り下げるということで、通常は目標を決めて、業務目標を決めて、その業務を執行して、振り返したらまた次の業務をやるので、仮説検証のサイクルの回し方がね、少しこう、新規事業っていうのは違うので、そういったものも少し会社の中で考慮しながら進めていく必要があるかなというふうに思っております。で、我々、いわゆる新規事業の兆しを見つけるのは、通常我々コンサルティングの支援でやらさせていただくことが多いんですけども、非常にですね、最近のトレンドとしては、自分たちでもやっぱり探索をしていくスキルを身につけたい。やっぱり会社の中でそのノウハウを貯めたいので、フィンさんのご支援もいいけど、自分たちでできるようになりたいというようなお話もたくさんいただいていまして、そうすると我々がどんなふうに調べているのか、どんな情報ソースで、どんなふうに判断しながら、これがコンペリングイベントだと思います、とか洋上風力の発電もそうですけど、これが兆しだと思いますということを決めているのかっていうところの、このリサーチのなんていうやり方を、ある意味ちょっと全部もうツール化をして、もうお客様にお渡ししようというコンセプトで、2年前ぐらいから開発をこう進めてきております。考え方としてはですね、ちょっと細かいシステムの例はお出しできないんですけども、我々の中でいろんなデータを集めるウェブの API とかテクノロジーの API、 いわゆる情報ソースを集めるような、そういう API を今これ国内だけ海外ですね、持ってます。そこからこうデータを引っ張っていく仕組み持ってます。あと我々独自にコンペリングイベントに関するキーワードを何千と持ってたり、ペインポイントに関するキーワードを何千と持ってるの、それもデータもデータベース化されていますね。あとは IP にまつわるデータベースを見ながら、その真ん中の箱のところに接続をしておきます。ユーザーインタビューというのは、自分たちがぼやっとですけどどんな新基地がやりたいのか、全然ぼやっとしていいんですね。そのぼやっとしているものを説明をしまして、それを我々の方で分節に区切りながら、やりたいものをキーワード化をして、それを、先ほどの、左側のインプットに当てて、記事カードを出すということをして、その記事カードがバラバラバラっとこう出てきます。で、そのバラバラっと出てくるものをですね、ユーザーがこれは自分たちの新規事業ではない、これは自分たちの兆しとしては興味ない、これは何だか分かんないけど興味ある、こんなような振り分けをですね、各ユーザーがしていきます。そのユーザーがしていく選択自身が、この仕組みのそのものに、学習させていくと同義。我々 AI 全てが自動的に新規事業を生み出すので
ではなくて、実際のユーザー側ごとに、そのいわゆる学習されるモデルをですね、こう作るということをします。ですので、この作られたモデルっていうのは、ある意味、その企業様の秘匿された知財なので、それは御社の中で企業の中の独自のリサーチエンジンとして再利用できる仕組みになっていて、記事リストが大体できると、それがこうマッピングする。まあ、こんなような仕組みになっていますということですね。で、実際ちょっと画面のイメージをまあ共有しますと、まあ、こんな風にプロジェクトを立ち上げまして、で、そのプロジェクトの中で、まあ我々がインタビューというふうな項目ですけど、インタビューと言ってるのは、ある意味 AI に教えていく必要があるので、なんかキーワード入れるっていうよりは、自分たちの新規事業はどんなふうなこと気をつけてますかとか、まあそういうのは我々通常やってるプロジェクトそのもののインタビュー項目を書いてもらいますね。そうするとそれを、まあこのシステム上でキーワード分類をして、まあそれがですね、最初は調査カードがバラバラっと出てきますが、おそらく筋が悪かったり、まあぼやっとしているものがこう出てくるということになるということですね。その調査カード、あ、これインタビューの項目ですね。調査カードが、まあ、出てくると、少しこう、タグ付けも自動でしますが、タグを補完というか、各自で補強することももちろんできます。ですね。で、こんな風にカードがいっぱいこう、できます。これは後ろで、先ほどの API から引っ張ってくるもので集めてきたもの。これ海外もそうですけども、引っ張ってきて、まあ、それがこんな風にカードで表示がされます。カードの中には、まあ、文章が、中に、画像がこう取り込まれて出てくると。ここですね。この、まあ、そのカードの中のデータを、このシステム上で読み込みまして、その中で、ちょっと後で動画もお見せしますけども、キーワードが、選出されました。この中で、自分たちの新規事業のイメージ合うもの、ないものっていうのを選んでくださいということですね。今、我々は、我々自身がやってるアプローチで言うと、あんまここに筋道立てない方がいい、まあ、いわゆるコンペに出会いやすいので、まあ、比較的直感のように書いておりますけども、実際の我々のリサーチも非常に右脳的ですね。右脳的にやってまして、まあ、そういったことを含まえて、キーワード選定をする。そうするとそのキーワードがまた後ろでエンジンが回ってまたその探しに行くということを繰り返しをしていくということをします。そうするとある程度出てくるとですね、こう軸を作ってその軸の中にカードがマッピングされます。まあ、このカード一個ずつクリックするとまあ選出したカードが出てきたり、あとはフィルターで時系列に分けて、先ほどご説明した国内海外で分けたりということで、このマッピングの中からまあ新規事業のまあいわゆるこう参入歴の可能性があるもの、自分たちが直感的にあったものが、まあ例えばこの例で見ると農業領域どうも多いねとか、やっぱり流通領域が多いね、まあ、自分たちはそういうふうに意識して分類したつもりがなくても、結果的に自分たちで会社の中でこういうものに関心がある、これは関心ないって見るとマッピングしてみると、実際に自分たちが参入したかったところのキーワードは結構こういう産業領域に、あるいはこういうテクノロジー領域にありますねっていうことが後からこう分かるということですね。これもですね、コンサルタントが先に軸を決めてその軸の後付けで調査してしまうと、もうその軸がもうその参入領域そのものを制約をかけてしまうので、軸そのものは後生成がポイントなんですね。なのでまあ調査のカードを作りながらこんな風に出てくるということがまああると思いますね。まあ、実際にこれ動画ですけども、こんな風にまあキーワードになる言葉を選ぶで、まあ選んで外れがあってもいいんですね。なぜならこれ繰り返しやればやるほど外れは除外されていきますし、やり直せばいいので、このタイミングで当たり外れを考えるよりも、自分たちでこの領域もっと深掘りしたいというところをまあ深掘りしていくことをやるということです。海外の情報も引っ張ってくるので、今そのまま日本、ちょっと今これ英語が出ちゃってますけども、日本語訳をした上で今表示ができるようにということで、まあユーザビリティは高めていけるようにやっています。で、まあ、こんな風に、リサーチ結果少し待たせるところもありますけども、まあ、待たせたものでまたやっていくということですね。またそうですね、このいるいらないをするとまたこうキーワードが出てくる、まあ、つまりその実際のユーザーは自分でリサーチをしていくことを通じて自分たちが関心があるものないものを右左に分けてるんですけども、裏側ではそれがどういう特徴で選ばれているのかっていうことを学習しているので、まあ、結果として自分たちの関心事を出てくる情報とのギャップの中で、まあ、市場の兆しを見つけられるというふうな仕組みに、まあ、なっていますということですね。ですから AI が全てのリサーチをしてくれるのではなくて、まあ、我々これをなんか3ヶ月間かけてやっているようなことを、とにかく兆しを見つけて議論するということが大事なので、兆しの叩きを作ることに、まあ、時間をとコストを下げていくことで、お客さんそのものが新規事業を立ち上げていくことにこう労力をかけられるんじゃないかというコンセプトで今作っています
まあ、今現状ですね、もうすでに一部の企業様には使っていただいておりまして、それで、AI のチューニング少しずつ良くなってきています。もう少しですね、今我々リサーチャーも使ってますけども、まあ、ちょっとなんかこう、ピントがずれてるものも出てきたりしているので、そのあたりのところが、精緻化されていくと、まあ、皆様にもご提供、自信を持ってできるというようなことで進めております。はい、以上でございます。